皆さんどうも、古代のハゲドイヒーです。すごいハゲ方してるな。皆さんたくさんのコメントありがとうございます。今日はみんな大好きニャンコ大戦争を挑戦するのはなんとかのなんとか4ジョーの研究報告4ね。ちゃんと漢字読めるにしようよ。メンバーどうしよっかな。確か悪魔が出てくんだよね。悪魔に強いキャラをいろいろとゲットしてるからこれを連れて行こう。どんだけ強いのか楽しみだね。あと悪魔対策はオコランバズランド。レベル10しかないけど大丈夫なの？超激レアだよ。レベル10だからって余裕なやっちゃん89歳。いやちゃんと勝利。本当に大丈夫なのかな。あとはサンマジレンマオニニャンマ、そしてカイも本能解放して悪魔対策になってるから連れてってみよう。このメンバーで行っちゃうよ。楽勝の出所の勝。本当に行けるのかちょっと心配だな。本当心配性だな。ハゲドリル君は誰がハゲドリル君だよ。まずはお金を集めていこう。たっぷり貯めちゃうぞ。おー天使犬が出てきたぞ。こいつはサンマジレンマオニニャンマに任せこな。壁じゃ耐えきれないし、あとは頼んだ。こいつら倒してお金がポカポカ。他のキャラも出していこう。悪魔対策キャラをどんどん出してって勝ち確定ありがとうございます。まだどうなるかわかんないでしょ。油断しないでよ。確かに壁の量が少なくて押されちゃってる。ここで怒るかな。なんなんだこの見た目は。すごい量の湯気だ。湯気じゃなくて髪の毛でしょ。他には髪の毛ほうれん草の女の子。ただ髪の毛の色が緑なだけでしょ。悪魔ゴリラもちゃちゃっとやっつけちゃう。おにやんまが、まあおにやんまがいなくても対策キャラでほうれん草女の子が。だけどエビみたいなやつも頑張れ。湯気ボーボーがやられた。変な名前ばっかつけすぎて何が何だかわからない。あとは頼んだぞ。エビエビパニック名前適当すぎだから。ゴリラの勢いやばすぎる。ゴリ押しゴリ押しゴリラ押しだし完全に壁不足だね。当たり前だのボラットマ。だけどそれでも勝てるから余裕のよっちゃん89歳。いればなくす大事なものをなくすなよ。割れ目に到着。どんなやつ出てくる。なんかたくさん出てきたけども見たことないやついる。マーライオンの悪魔バージョンが出てるね。だけどこんなやつ正直弱いでしょ。だけどレッパ使ってきて厄介なんじゃない。なんだよこいつ出っ歯なのかよ。出っ歯じゃなくてレッパだよ。聞き間違えないで。気づけば貝がやられてる。エビエビパニックもやられちゃった。ほうれん草女子の代わりでどうにかなるかな。鬼山まで。これはピンチ。ピンチ一文字抜いてピチーピチーとか言ってる場合じゃないよ。大丈夫。ほうれん草女子がどうにかしてくれるの祈るしかない。今こそその力を見せてやれ。やるんちゃった。これは相当厳しいね。嘘でしょ。やだ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 。負けたくない負けたくない負けたくない。ただこねてもどうしようもないよ。あとは頼んだ貝全部の敵倒してくれ。さすがに貝一体じゃ厳しそうだけどね。押されちゃってるよ。そしてやられてた。貝もやられた。だけど僕は諦めないぞ。さすがにこれは諦めようよ。ボコボコにやられちゃってあちぴちぱー。
残り 91%？ 全然ダメージ与えれてないじゃないか。相当厳しい戦いだね。メンバー変えてどうにかするしかないか。とりあえず壁をたっぷりにしようか。それがいいね。全く壁足りてなかったもんね。あと湯気ボーボーは二度と使わない。二度と使わないって厳しすぎだあと、ほうれん草上司とエビエビパーニックは使っていこうかな。これで今回、勝ち確定。ありがとうございます。な。大丈夫かな。また痛い目見るんじゃないのかな。大丈夫。おならがブー。次は僕の本気をお見せいたしましょう。最初から本気見せといてくれよ。だって負けた方がみんな喜ぶからさ。どんな視聴者なんだよ。まずは壁で受け止めて、三マジレンマ、おにんにゃんまが出せるようになるまで待つ。さっきはニャンコンボの射撃アップがあったからすぐに出せたけど、5回も出せないのね。するようになってよ。勢いぐいぐいすごいから、もうあっさりと負けちゃいそうだよ。助けて。もっと安いキャラ用意しとかないと。なんとか出せた。ギリギリセーフ。あとガンガン倒してお金を貯めていこう。だって世の中金だ金だ金だ。子供の発言とは思えない。悪魔ゴリラも出てきたな。ついや壁がたっぷりいるからもう安心。さらには御霊で動きを遅くしていく。さっきとはえらい違いだね。ゴリラもあっさり終了。本気出したらこんなの楽勝。あんたが大将派手ですごいぞ。マグロの解体ショー。マグロの解体ショーじゃないよ。まだまだ油断はしないでよ。なんのなんの、まだまだ油断させていただきます。さあ出てきたな、悪魔ライオン。そういえば、烈火してくるのか。じゃあ、烈火対策しといた方がよかったのか。対策してないから、負け確定。まだどうなるか、わからないでしょ。さっきと違って、全然押されてないぞ。いい感じに戦ってるね。ああ、これはもういくつだよ。なんならもう、勝ちました。だから、今食って早く来て寝るだけだ。そんなことしてないで、戦い集中集中。正直、許してくださいって、ゲボ吐いてるよ。あ、マーライオンはいつもゲボ吐いてるか。ゲボは吐いてないよ。水吐いてるだけで。でも、じわ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 、押されてるか。やっぱり熱波が効いてきてるね。熱波、熱波で、ラスボスクッパ。あー、マリオ、助けて。適当に喋りすぎでしょ。なかなかやられてくれないな。さすがにそろそろ終わりにしてくれよ。あ、エビエビパニックもやられちゃった。あ、カイマでやられた。一気にやられてピンチ。超ベリーピンチ。逆から呼んで。チンピリベチョ。なんだよ、チンピリベチョって。おじゃかなこと言ってんじゃないよ。みんなやられちゃったけど、ここでガオだ。あとは頼んだぞ。御霊もまだ残ってるから、どうにかなるかな。どうにかしてもらわないと困るよ。おお、倒した倒した倒した。やったやったやった。ああ、もうこのままやられるのかと思ったよ。倒せた。悪魔ライオン倒せて。うれうれうれしいな。うれうれうれしいな。うれしすぎて、ハッピ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 ピー。このまま割れ目も壊して、楽勝の出所のショー。全然楽勝ではなかったでしょう。この勢いでどんどん悪魔のステージもクリアしていくぞ。それじゃあまたお会いいたしましょう。バイバイバイ。パンパラピー。チャンネル登録よろしくお願いします。